さてこの時間はスタジオにお客様を迎えてお送りします。今日東証2部から第1部銘柄に指定となりました証券コード3166オチホールディングス株式会社代表取締役社長オチ道博さんにお越しいただいています。本日はおめでとうございます。どうもありがとうございます。今日よろしくお願いいたします。はい、おめでとうございます。よろしくお願いします。まずは今日東証1部への上場ということで、はい、お気持ちから、あ、もうちょっと今鐘が鳴っておりますけど、すいません、お気持ちからまずお聞かせいただけますでしょうかね。はい、はい、まあ、本日ですね、おかげさまで、東証1部に上場することができました。まあ、一つのですね、まあ、大きな経営目標として挙げておりましたので、はい、それを達成できてですね、はい、役職員一同、喜びもひとしおでございます。はい、まあ、こうやってですね一部上場できたのも、株主の皆様をはじめとするですねステークホルダーの皆様のご支援の賜物ということで、深く感謝いたしております。いや、本当におめでとうございます。当初一部に上がるまでの期間、まあ、2部から1部の期間ですけども1年足らずなんですよね。本当1年なんですよね。ちょうど1年です。ちょうど1年ですよね。はい、もう本当に、まあ、そういう意味でも社員の方もお喜びになられるでしょうし、今お話ありましたようにねステークホルダーの方も喜んでおられると思うんですが、そうした中で改めましてですね、まあ、御社 の、その会社概要をですね、お話しいただければと思うんですけれども、はい、はい、弊社オチホールディングスは福岡市に本社を置いております。2010年の10月1日に設立をされております。これはですね、まあ、前身のオチ産業という建材問屋がございまして、こちらが、まあ、来年で創業60周年を迎える会社でありますけれども、この2010年にですね、10月1日に、持ち株会社体制に移行いたしました。まあ、その株式移転によりですね、はい、ホールディングカンパニーとしてオチホールディングスが誕生をいたしております。まあ、業種はですね、先ほど言いましたように、はい、創業事業の、住宅資材の卸売業、はい、それから家庭用品の卸売や、そして、木材のですね加工販売などを行っております。ご覧の通りですね、まあ1955年、昭和30年に創業してですね、平成8年1996年に福岡証券取引所に上場いたしております。そして、2010年にですね、はい、2010年にこのオチホールディングス設立をいたしました。まあ、それと同時にですね、福岡証券取引所にオチホールディングスが上場いたしまして、前身のオチ産業は上場廃止ということになっております。そして、昨年のちょうどこの11月25日にですね、はい、東証、2部に上場いたしておりまして、はい、ちょうど1年後ですね、今日東証1部に指定買いというふうになったわけであります。本当に切りのいいと言いますかありがとうございます。綺麗な形でね、はい、また東証1部に移られたということになりますが、あとその事業内容ですね、こちらの方もちょっとお伺いできればと思うんですけれども、私どもですね、まあ、M&A によりましてですね、事業領域の拡大をいろいろ図ってまいりました。まずは創業事業のこの建材事業でありますね、はい、住宅資材の販売を行っておりまして、全体的にですね、売上の構成比が 80% ということになっております。はい、まあ、販売店さんを通じて工務店さんやビルダーさん、ハウスメーカーさんなどに販売をいたしております。はい、そして、全体の 13% を占めておりますのがこの加工事業でありまして、木材を加工してですね、はい、いわゆる住宅の構造区体、まあ、住宅のですね骨組みを作っておりまして、はい、こちらも工務店さんやビルダーさん、ハウスメーカーさんに、卸をしているというところであります。はい、そして、東北や北海道を中心にですね、はい、全体の構成比でいきますと 7% でありますけども、家庭用品であるとかですね、はい、冷暖房機器の卸をですね、量販店にしている事業部分がございます。はい、ホームセンターさんであるとかですね、総合スーパーさん、ドラッグストアさんなどにそういった商材を卸しております。はい、これ本当になんか相乗効果生まれそうな事業の枠組みですよね。はい、まあ、いろんな面で相乗効果はですね、発揮できているというふうに思います。はい、そして、まあ、今のお話からですね、まあ、いろいろ事業内容の方、投資家の方もある程度イメージできたのではないかと思うんですが、まあ、そうした中でこの業績ですよね。まあ、今のようなお話ですとだいぶこう住宅あるいは日用品というようなところになりますので、そのあたりどんなふうにこう業績伸びてきたのかというところをお話しくださいますでしょうか。はい、
このオチホールディングス持ち株会社体制にですね、移行いたしまして、おかげさまでですね、4期連続増収増益という形が続いております。ただまあ今年度はですね、昨年度が消費増税の駆け込み需要ということで98万戸まで住宅着工数が伸びました。今年は住宅着工数も88万戸ということで、大幅に減少になっておりますので、残念ながらですね、売上は855億、そして、営業利益は17億7千万円ということで、減収減益の予定でございます。ただまあ一昨年度から比べますとですね、売上の方も 8% 程度伸びておりますし、営業利益も 25% 程度伸びていくということであります。また、売上高に対する営業利益率もですね、 1.8% から 2.8%、 2.1% に向上するということでございまして、まあ、80万戸ぐらいの需要が続いていけば基本的には右肩上がりで推移することができるというふうに思っております。これ今のお話ですと、やっぱりまあ、構成費の中で、まあ、7割から8割を占めるところですよね。まあ、そういったところのこちらの着工件数との関係というところで言いますと、今お話ありましたように、これずっと今伸びてきているという形なんですよね。そうですね、まあ、新設住宅着工戸数は1989年が167万戸ということでありまして、2010年に78万戸まで落ち込んでおりまして、半分以下まで落ち込みました。まあ、その後若干回復してきておりますけども、まあ、やっぱりこの人口が減少しておりますんでですね、まあ、基本的には右肩下がりのトレンドであるだろうというふうに思います。ただまあ我々の業績はですね、売上も利益もまあかなり凸凹はあるんですが、基本的には右肩上がりで伸びてきておりまして、そうですね、この要因はやはりですね、 M&A などでいろんな拠点をたくさん作ってきたこととかですね、新しい事業領域に進出したということではないかと思っております。先ほどもありました、冒頭にありましたが47拠点、ありがとうございます。すごい拠点数ですよね、本当に。まあ、そうしたところからですね、今お話ありました、まあ、事業内容、それから業績ですね、まあ、順調に伸びておられるというところ、まあ、一部まあ、影響も、消費税などの影響もあったということなんですが、今度そうしますと、これからもますます伸びていくために御社の強みっていうんでしょうかね、まあ、そのあたりをちょっとお話しいただければと思うんですけれども、まあ、基本的には私ども先ほど言いまお話ありましたようにですね、全国、北海道から沖縄まで47拠点ということで大変広域に展開をしております。まあ、広域展開をしつつですね、それぞれのエリアではですね、ジャストインタイムのこの配送サービスを行ったりですね、またCADのですねサービス、またいろんな構造計算のサービス、またいろんな情報の提供、また、施工管理面でのサービスなど、いろんなですね、かゆいところに手を届くサービスをですね、行っておりまして、まあ、これが私どもの強みではないかというふうに思っております。これやっぱり西日本に多いのは御社のが、まあ、本社が福岡にあるというところですかね。そうですね、まあ、福岡からスタートしまして、徐々にですね、東に向かって進んできておりまして、まあ、M&A によって家庭用品の方だけポンとこの北海道の方に飛んでしまいましたけど、徐々に東に向かって進んでいるといったところです。沖縄にもね、一番下のところ拠点ございますもんね、現在のところですね。まあ、そうなりますと、これまだ東の方に伸びていくとなりますと、まだまだ開拓余地ありと、そうですね、いうことなんでしょうかね。であと、このジャストインタイムの配送システムというのは、これなかなかコントロール難しそうだと思うんですが、いかがなんでしょう。やっぱ結構これがやっぱり強みとしては、まあ、一番の強みですよね。これからまた設備投資も行いまして、このジャストインタイムのですね、まあ、一つ一つの現場に直接送れるような形をですね、また作っていきたいというふうに思っております。そして今のお話ありました、まあ、生活用品から建材からということになりますと、まあ、よく言われますそのワンストップっていうですね、まあ、そういったお話にこう移っていくかと思うんですが、こちらはそうしますと強みとしてはどうなんでしょうか。そうですね、まあ、この基礎工事からですね、まあ、いろんな工事を行いまして、そして、まあ、住宅のいろんな設備を入れる、さらに生活準備を始めるという、あらゆるこの住まいづくりの局面でですね、私どものこのグループをですね、建材事業、生活事業、それから、加工事業でですね、対応できるというところが、私どもの強みであるというふうに思っております。あとこれ住宅業者さんをフルサポートっていうのもなかなかやっぱり難しいと思うんですが、
これすごいあのグループ力というかあの周りで囲んでいるところを見ますと本当にこう痒いところに手が届きそうな感じですよね。そうですね、住宅に関連するプレイヤーさんもですね、はい、どんどんこの新しいプレイヤーさんが出てきておりまして、もともとのですねハウスメーカーさんや小務店さんだけではなく最近は、ホームセンターさんとかですね、量販店さんまで、このプレイヤーになってきているので私ども、いろんなところと取引をしているのでそれぞれの、プレイヤーに合ったですね、いろんなサポートをしてができるというところが私どもの強みであるというふうに思っております。そうですね、本当になかなか業者さん違いますとね、エンドユーザーさんもなかなかこういろんな方にお話ししないといけないんで結構大変ですがそういったところがサポートされていると確かに強みということになりますね。であと続いて今度はですね、今後のビジネス展開ですね、このあたりちょっとお話伺えますでしょうか。はい、既存のエリアですね、北海道、東北、西日本も、これから さらにシェアを拡大したいと思いますけれども、やはり何と言いましてもですね、首都圏や中京圏という、非常に需要の大きなところがですね、私どもまだまだ手薄でありますので、ここにですね、いろんな拠点を作っていく、エリアを拡大していくということがですね、一番大きくこの我々をこの成長を押し上げてくれるですね、ポイントになってくるんではないかなというふうに思っております。はい、そして次ですね、もう一つ今度住宅市場の成長というところなんですが、はい、成長カテゴリーの進行というふうに書いてありますけどもね。はい、そうですね、基本的にはですね、国策として、省エネやスマートハウスを伸ばしていこうということとですね、高齢化がどんどん進んでますので、高齢者向けの住宅がですね、これから必要になってくるというところでありますし、新築の方が、減る分ですね、今後はやはり中古住宅であるとかリフォームの市場、これがまた、国策としても伸ばしていこうというふうに考えられております。それから老健施設であるとかですね、保育園や学校など、こういった住宅以外の需要をですね、木造で作るというのがですね、一つのブームになってきておりまして、こういった木造の非住宅、住宅以外の建物をですね、取り込んでいくということがですね、これから住宅着が落ち込む中で私どもをですね、成長を押し上げてくれるんじゃないかなというふうに考えております。確かにそうですね。そして最後にこの、M&A なんかもね、今いろいろされているというところでございますので、ますますグループ力を上げてと、はい、ありがとうございます、いう形になるでしょうかね。はい、では最後もう1分少々時間切ってしまいましたけれども、株主の方にメッセージをお願いいたします。はい、本日おかげさまで、弊社オチホールディングスは、東証一部に上場することができました。これを新たなスタートと考えてですね、これからより一層業用の拡大や収益力の向上、そしてコンプライアンスやガバナンスの徹底を行ってですね、株主の皆様のご期待に添えるよう頑張ってまいります。今後ともですね、弊社オチホールディングスに対しますご支援のほどよろしくお願いを申し上げます。この時間のお話はオチホールディングス越智社長でした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。